カホンパスを通るカリフォルニアリミテッドカリフォルニア特急はアッチソンとピカンドサンタフェ鉄道の優等列車の一つであった。シカゴとロサンゼルスを結び1920年代までの同社の主力列車であった。列車番号3.4が割り当てられた。19世紀の終わり頃の同社の社長アレン・マンベルはシカゴと西海岸を結ぶ毎日運行の豪華列車が事業の活性化や 会社のステータスの向上に役立つと考えていた。その発想に基づいて、シカゴ伊勢で最良の列車と宣言されたカリフォルニア特急は1892年11月27日に運行を始めた。2日半を要する全工程の列車の毎日運行を実現するために片道あたり5編成の車両が使用された。その後、中西部カリフォルニア州間の旅客需要が 増大するにつれて、続行運転が活発に行われるようになっていった。1920年代の中期には、12両編成の列車を7編成続行を運転させることで殺到する旅客をさばいた。このため、運用に入っている編成数は45編成にも達した。カリフォルニア特急はサンタフェ鉄道の最初の愛称付き列車であった。沿線の食堂や、 食堂車で行われるフレッドハービカンパニーの食事サービスや、理髪や美容、クリーニング、シャワールームのサービス、他の列車に先駆けて行われた、冷房化などはこの列車の特色の一つであった。列車の最後尾は、これまた同社で最初である、テールマークを掲げた展望車で彩られていた。カリフォルニア特急に使われた機関車と客車の種類は、 多種多様で特に個室信頼車を多く連結していたことが特徴的であった。例えば1910年代から20年代にかけてはプルマン車の信頼車の区分では最上級の個室に属するドローイングルームのみ7室で構成されていた豪華信頼車の連結が行われていた。同種の車両は当時ニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急が 連結していた程度で、開放式寝台車が多数を占めていた。当時のアメリカの長距離列車の中では際立った存在であった。ヘビーウェイト客車時代の車両は多したようであったが、看板列車の地位を退りいた後は地味な存在となった。1926年、サンタフェ鉄道は新たな豪華列車、チーフの運行を始めた。さらに1936年には、 チーフの高速列車版のスーパーチーフ1938年には全車座席車ながらスーパーチーフと同様の高速でシカゴロサンゼルス間を結ぶエルキャピタンの運行が始められたカリフォルニア特急は両社の保管列車となり座席車の連結が行われたり教職サービスの削減が行われたりした1940年代以降 車両のステンレス化も進められたものの、その内容に目立った特徴は見られなくなった。第二次世界大戦後、1948年には、今までそれぞれ週数回の運行であった、スーパーチーフとエルキャピタンが毎日運行されるようになった。また、座席車とプルマン寝台車混結の列車としては、グランドキャニオンの連絡列車とシカゴロサンゼルス間の旅客列車を兼ねていた、 グランドキャニオンとの区別がつかなくなってきた。こうしたことから列車は1954年6月15日にその栄光の歴史に幕を閉じることになった。ありがとうございます。